そこでね、はるかさんがご卒業の発表をされてね、きっと驚いた方も悲しいってなっている方もいらっしゃいますよね。本当にどんどん寂しくなりますね。でも私ができること、するべきことはね、変わらないですね。でもこれからの NGT48、 安心して任せていただけるように頑張るしかないね。あとやっぱりはるかさん、この今後もなんかこうお芝居とかできっとご活躍されていくんだろうなっていうのが、すごくなんて言うんだろう、明るい未来に向けてのそう一歩っていう感じのね、ご卒業なのでね、今後もすごく楽しみというか、今後のご活躍にすごく期待、なんかすごい上から目線だな、なんて言えばいいんだろう、今後のご活躍も祈って、私もすごく楽しみにしていないたいなっていうふうに思いますね。そうそう、前向きなね、ご卒業というか未来その新しい一歩を踏み出すためのご卒業ということで、ね、寂しい、めっちゃ寂しいけど、でも寂しいだけじゃなくて、こう頑張って行ってきてくださいって背中を押せるような後輩でいられるように頑張りたいと思います、ね、12月末までだから、ね、あっという間だよ。もうさ、9月も終わりが近づいてきてるから、本当に2ヶ月ちょっとしかないのが信じられないんですけど、でも思い出いっぱい作りたいと思います、ね、頑張って私たちがグループを引っ張っていけるようにもっともっと成長したいと思います、寂しくはなりますが、今後の NGT48 もよろしくお願いします。3ヶ月、ちょっとあれ待って、10、11、12、あ、すいません、2ヶ月じゃない、3ヶ月、数え方間違えた、ごめんなさい、3ヶ月ちょっと。明日の公演行きます、ありがとう。そう、明日は出演させていただくので、明日はユーハの生誕祭ですね。たくさんお祝いしたいと思います、ね、いっぱい思い出作ろうと思います。お、お仕事終わった、お疲れ様です、ありがとう、お仕事終わりのお疲れの中を見に来てくれて、劇団はるか村受け引き継げる、いや、それはさ、リリカに託そうよそれはリリカに託して、私はそばで微笑んでおきますね明日の公演ありがとう。明日は公演、お昼公演と夜公演はユーハの生誕祭です。楽しみ楽しみ、全力で盛り上げて全力でお祝いしたいと思います。久しぶりの方もいるよね。そうだよね、公演自体がなかなかね、最近多くできていなかったので、そう、私たちも久しぶりの公演っていう感じがすごくあって、お、明日のために新潟向かってる、ありがとう、夜公演ありがとうございます。お、また公演いらっしゃいありがとうございます。うん、そうだよね、辛いよね。そう、でもね、私たちも頑張りたいと思います。みんなで一緒に思い出いっぱい作りましょう、はるかさんと明日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あ、そうだ、昨日は
オールナイト藤子さん、日付的には今日ですけれども、昨日、一応昨日のオールナイト藤子さん、ありがとうございました。ご覧いただけましたでしょうか。今ね、ちょうど TVer でも配信中なんですけれども、なんかすっごい今あれ、あ、できたできた、すごい今コメント欄がぐわーって遡っちゃったほぼ1ヶ月ぶりにやった、待ちに待った、ありがとうございます。今見てるリアタイで、ありがとう。可愛く映ってた、綺麗だった、よかった、ありがとうございました。なぜか東京にいましたありがとう、偶然だけど運命かもしれない。見た、ありがとう。そう、なあちゃんがねまだ未成年で生放送には出れずに、あとその関係で歌は収録だったんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。すごい緊張しちゃった。私またねハプニングを起こしました、歌収録の時今回はミスとかじゃなくって、最初にさ、頭みんなっていうか前列が座って、恋はまるで遠い花火、ここで見れば美しいけど、で空に花が咲いて散った後には真暗闇で、こう座ってる私座ってるんですけど、立ち上がるじゃないですか。その時にねスカートを思いっきり踏んでしまって、あの衣装のスカートってお腹側に2つボタンがついてるんですね。パチって止めて、そのパチって止めてるボタンが両方ともパッて取れちゃって、そうスカート踏んじゃって、スカートプチプチってボタン取れちゃって、一回やり直ししていただいたんですよ頭始まって早々に止めてしまって、もうそこからねまた手足が一気に震え出しましたまたやっちゃったと思って、そうで震えながら2回目2テイク目撮って、それは大成功だったんですけど、終わってもなお手足は震えていましたいろんなことで緊張しちゃって、そう、あごめんね、ありがとうね、怪我はねしなかった。確かに逆に早々でよかった。後の方で踏んじゃうよりもその最初でよかったんですけど、そうでね2テイクのみでした。本当は2テイクしちゃいけないんですよ本当に1テイクでちゃんと決めなきゃいけないのに、そう、もう本当に収録でよかった。でも本当に生放送でちゃんとできるようなスキルを身につけないといけない、まだまだだなって思いました。歌番組って難しいっていうね、そうなんです、リカさんにもお会いすることができて、確かにその番組のコーナー的には生ライブだもんねリカさんにもお会いすることができまして、相変わらずとっても可愛くて妖精さんみたいでしたね。いや、一情報本当にありがたいことですよね。確かにおめでとうだ、おめでとうございますです、リカさんも、おめでたい、ね、でもすごい、ご妊娠されたとは思えないほどめちゃくちゃ細くないですか。私分かんなかったもん、おっしゃるまで、なんか本当にってめちゃくちゃ細いと思って、なんかこうめっちゃイメージかもしれないんですけど、すごいなんかこう太っちゃうみたいなイメージがすごいあるけど、全然なんか現役の時のあの細さのままな感じで、すごいなと思って、やっぱり私も頑張ろうね思うくらい細かった、ね、おめでたいですね。無事に
生まれますようにと願うばかりです。お、バズタイムズ見ました、ありがとうございます。え、実はもうまだ見れてないの実は見れてなくて、告知だけしかできてなくて。面白かったですかごめんね、実は見れてない。そういうこと多いよね。ちょっとまた見ようと思います。車両点検してきました。そう、なんかね、コンコンコンって叩いて音の違いでナットが緩んでるか緩んでないかを当ててたんですけど、なんかどちらかといえば音で当てたっていうか、なんか振動が違ったんですよ。こう揺れる感覚があって、あ、これなんか緩んでそうだなと思って、これですかって言ったら当たってましたいやでもすごいなって思って、なんか車両点検してらっしゃる、その車両点検のお仕事ってこう、なんて言うんだろう、表だって目立つお仕事っていうわけではないじゃないですか。なんかでもそのお仕事をしてもらえ、していただく方がいないと車は安全に動かないし、街もめちゃくちゃ怖くなるじゃないですかだから本当に大事なお仕事なんだなっていうか、街の安全を守るスーパーヒーローですよ本当に。お、今オールナイト藤子さん見てる、ありがとう。お、いつもお世話になってるんですねお仕事で車乗るときしてる、えらい、自分で点検してるらっしゃるの、すごいね。なんかとにかく初めての世界をたくさん知ることができました。あの、そもそも車持ってないし免許も持ってないから、この車両の世界って全然知らなかったんですね。でもその車両点検を通していろんなことを学んで、あ、車ってこうなってるんだとか、そう、いろんなことを勉強しました。世界がまた一つ広がりましたあとね、そのバズタイムズのその車両点検をに対応していただいた方が本当に優しくって、なんか最初はちょっとこわもてで、なんか大丈夫かな、私ちゃんとおしゃべりできるかなってちょっと実はビビってました大丈夫かな私って思ってたけど、いざ話してみるとすっごく優しい方で、めちゃくちゃ気さくに話しかけてくださって、なんか私と同い年の息子さんがいらっしゃるのかな、それであの進学してね、今年進学して県外出てっていう話とかもいただいてえーすごいとか言って盛り上がって、なんか楽しい現場でしたえー、でもやっぱり素敵な方に恵まれてます。ロケで素敵な方に恵まれてばっかり、うん、ありがたいですね。あとお話が上手すぎて私よりも絶対に上手だった、もう私が助けられてました。なんかあのスラスラとこの流れテンポよく、かつ絵がちゃんと変わるようにいろんな話題を提供してくださったりとか、クイズ形式でね、それこそこのナットの緩みをあの当ててみようみたいなのもやってくださったのも、その対応してくださった方だったし、いやすごいなとあ、オンライン、あ、そうそうそう、オンラインおしゃべり会あさって、あのそう今日ね配信したいと思ってたのが、そう昨日がねできなかったから、ちょっと今日改めてオールナイト藤子さんありがとうございましたっていうのと、明日公演よろしくお願いします、ゆうはの生誕盛り上げていこうっていうのと、あとはおしゃべり、明日ちょっと配信できるか不安なので、一応あさってのオンラインおしゃべり会もよろしくお願いしますということを伝えたくて配信させていただきました。急に始めちゃってごめんね。そう、今日タクシーの運転手さんも優しかったあの今日はね
一人で初めてタクシー配車アプリを使ってタクシーを呼んで移動したんですけど、大人になった気分でした。そう、生誕祭の後ってわちゃわちゃする写真撮影会が始まります。ゆるみ見つけてる、すごいね。いや、めっちゃすごいなと思った。私なんだ、分かりやすいように結構めっちゃちゃんと目に緩めてくださってたから分かったんだと思う。ちょっとの緩みとか絶対誤差の中での違いだから、いやあれをちゃんとね見極めて緩みを見つけるっていうお仕事すごいなって思いました。お、また後日に、また後日に会おうね、待ってるよ。お、明日昼公演お待ちしてます、ありがとう。劇場でもやも会いたい。会おうね。またご都合合うときぜひ劇場にもお越しいただければと思います。そうだね、来週の NST 祭りさんは特設ステージ、そうなんです、私たちは特設ステージでパフォーマンスさせていただきますね。え、公演頑張ろう。いや、なんか幸いにもというか、なんていうか、私は今日の公演はお休みだったので、ほぼオールで連続4公演とかにはならなかったので、明日ちゃんと全力で公演楽しみたいと思います。いや、本当にこのオールナイト藤子さんの生放送、収録生放送終わってからのこの4公演をやってるメンバーの皆さんがすごいよ、びっくり、すごいなって思いましたね。 NST 祭りからの公演です、楽しみだね。確かにメイフェスの公開収録も近づいてきてますね。そう、本当にね、イベントが盛りだくさんで、劇場、公演からの、オンラインからの、メイフェスからの、NST からの、また公演みたいな、いろんなね、イベントがどんどんあるので、そう、一つ一つ全力で楽しんでたいと思います、ね、新幹線寝れてることを祈っておきます。皆さん、なんか新幹線とかで寝れないっていう方もやっぱいるじゃないですか。私もね、慣れない環境で寝ることができない人だから、それこそホテルで泊まる、ホテルで寝るってなかなかね、全然寝つけなくて、眠りも浅くてすぐ起きるしみたいな、そう、そんな感じなんですけど、だからね、でもかつ寝不足に弱い人だから本当に困っちゃう、どうにかしたいですね。わかる、ユーハすごいビスイベントもやってるから本当に頑張ってる、こっちが泣きそう。こっちが大変だよって、こっちがしんどくなりそうなくらい、でも精一杯支えたいと思います。支えられるかな、不安だけど、しかも誕生日当日の生誕祭だからね、イベントでいい弁当出たらいいね。確かにいい弁当をイベントで食べたい。でもお弁当美味しいですよね。確かに夕飯はどこでも寝られるよね。お、公園より今帰宅、お帰りなさいませ。確かにバースデーメッセージ1番、やばい、今日絶対寝ちゃうんだけど。今日12時前に絶対寝ちゃう自信しかない。どうしよう、1位
一番ね、バースデーメッセージ一番はちょっと取れないかもしれないので、その代わり明日一番盛り上げるので私本当に朝方人間になっちゃって、夜とかも10時11時になったら眠気マックスになってくるんですよ。で朝はもうちゃんとその分早めにっていうか起きて、そう本当にね、人間としては本当に規則正しい健康的な生活なんですけど、だから昨日さ時間に起きてて、なんか脳みそおかしくなりそうでした時間感覚バグってましたね。はるかさんの卒業発表もね、信じられそうだよね、寂しい、私もすごく寂しい。一応ね事前にお話はいただいていて、そうなんです、その12月末までっていうこともお話をいただいていて、もうその時めちゃくちゃびっくりというか衝撃というか、えみたいな、もうですかっていうのはあったんですけど、でも改めてね今日のはるかさんの言葉を聞いて、なんかこう未来へのね、なんて言うんだろう、新しい一歩を踏み出すためのご卒業にもなるなっていう風にはるかさんの言葉を聞いて思ったので、後輩としてこうこれからも頑張って行ってきてくださいって、全力で楽しんでくださいって背中を押せるように頑張りたいなって思いますね。寂しいよね本当に。そうですね、たくさん思い出作りたいと思います。わかる、まだ20歳、すごいね、やっぱりこう中学生からアイドルをやってらっしゃるっていうの、なんかまだ20歳なんだって、なんかはるかさんってすごい考え方もすごく大人というか、本当にねリリカと似てるんですよ、私が言うのは変かもしれない本当になんかこうなんて言うんだろう、キャラクター的にはっていうのかな、こうそう個性としてはこう不思議キャラというかだと思うんですけど、いや裏では本当にたくさんいろんなことを考えてらっしゃって、いろんなことを見て感じて考えてたくさん考えてらっしゃる方だからこそ、なんかはるかさんの放つ言葉って一つ一つがすごく深くて重いんですよね。いろんな言葉を聞いてて確かになって思うこともたくさんあったりとかして、そうだから本当にすごい方だし、これからもねもっともっとはるかさんが輝く未来が楽しみだなって思います。わかる、過激少女のキービジュアルすごかったです、一瞬はるかさんどれか分かんなかったえ、どれって言って、はるかさんどれだろうって全員をアップにして見てたけど分からなくて、あれってなってたけどようやく分かりました。すごいなんかあれ何特殊メイクなんて言うんだろう、特殊メイクっていうのかな、なんかウィッグとかも関係あるのかな、すごいなんかはるかさん顔が違う感じがしたそうすごいと思ってね、え本当に舞台映画ドラマいろんなところでね活躍されているから、これからのご活躍にを願っています。でもまずはアイドルの大声はるかさんとたくさん思い出を作りたいと思います。12月末短い、あと3ヶ月ちょっと
信じられないですけど、たくさん思い出作りたいと思います。なんか何気にはるかさんと思い出いっぱい公演もね、あんまり出れてないんですよ。そうだから本当に一つ一つのステージが貴重になってくるなって思いますね、より一層。確かに、でもってみはるさんとはあと残り2ヶ月、やばいね。どうしよう、一日一日の重みが大変本当にどうしましょう。本当にお二人にくっつき虫しとかなきゃいけない。その日々の重みが一気に変わりましたね。ね、寂しくなっちゃう。なんか本当にアイドルって儚いですよね。なんかわっ、わっ、めちゃくちゃ儚い。だからこそね、あれですね、推しを推せるときに推せってこのことですよね私が言うのは違うのかもしれないけど、でも本当にその言葉がね、しみるよね。より、私も今こうやって応援してくださってる皆さんにね、応援したいって、たくさん推したいって思ってもらえるようなアイドルにできるようになる、できるようにじゃない、なれるように頑張りたいと思います。みんなに推してもらえるように確かに期間限定、本当になんか人生の中での4年5年ってほんのちょっとの時間だけど、アイドルにとっての4年5年、しかもこの若い時代の4年5年って本当に本当に大切で、めちゃくちゃ重みがあるんですよね。なんかすごい特殊な時間を過ごしてるなって思います。そうだね、後悔はしないように、押せるときに押せ私が言うとなんか上から目線だからやだみんなに、私はみんなに押したいって思ってもらえるようなアイドルになれるように成長するのが私の使命ですね。高校球児の2年に匹敵する尊さ、いや本当にそう、アイドルの2年とか、アイドルの時代って人生の中で見ると本当に短いけど、めちゃくちゃ重いですからね。そう、出会ってくれて改めてね、こちらこそだよ、こちらこそ萌のことを見つけてくれて応援してくれてありがとう。これからはもっともっと推したいって思ってもらえるようなアイドルになるぞ。あ、そう、今日長袖着てます。なんか今日寒くって長袖着ました。でも今日の、あ、すごい喉鳴ったでも今日夜ご飯にね、お鍋を食べたんです、寄せ鍋を。そしたら今めちゃ暑くなってきてめっちゃ暑い。実は今汗かいてる。お互い後悔のないようにね。そう、その後は言わなくていいよお互い後悔のないように、私も全力でアイドル楽しむし、皆さんにも全力で推し活を楽しんでもらいたいなって思います。それこそ私が楽しい推し活がを皆さんに提供できるようにしたい。ちょっと21度なんだ。今はもうのお部屋の中26度、もう27度に近いの、 26.8 度だ。湿度が高いよね。きっかけはショップクレポ。ありがとう美味しそうにご飯食べるところ見てくれたの。私はご飯食べるのが大好きなので、今が青春。嬉しい、ありがとう。そう、雨すごかったよね。東京
カンカン照りで暑かったのに、なんか新幹線が新潟に近づいていくにつれどんどん外が暗くなってってあのなんか外がなんかね、霞んできたなって思ったら大雨でしたすごい、え、嬉しい。もう今ぐんぐん伸びていってる。ありがとう。まだまだぐんぐん伸びていけるように。萌がいなくて寂しかった。ありがとう。寂しいって言ってもらえるのなんか嬉しいちょっと嬉しいな。明日は寂しい思いをさせませんよ。明日は出ますなんか最近改めて思うのがね、こうやってシングル関係もそうだし、いろんな初めてのお仕事とか、なんか日々本当に充実した毎日をね送らせていただいていて、でもそれって本当に当たり前じゃないんですよ。なんかそもそもお仕事をいただけることってどんだけありがたいことかっていうか、あの本当に本当に本当にすごく感謝すべきことだし、なんかそういう日々を送れている今がすごい自分の中で楽しくて心地よくて、だからもう本当に目の前の一つ一つのお仕事に感謝の気持ちを忘れずに全力で精一杯取り組んで、自分らしく自分なりにね成果をきちんと出して、でなんか絶対に次につなげるぞっていう気合を持って頑張りたいなって今すごく思っていて、いや本当に当たり前のことじゃなくて本当に感謝、ありがたいことなんですよね。ありがたい日々を送らせていただけていることに感謝の気持ちを忘れずに、初心を忘れずに、 AAO です。めちゃくちゃ最近思うんですよね。なんか今自分すごい恵まれてるなって、だからこれにあぐらをかかいちゃ絶対にいけないなって思ってむしろそのことにきちんと感謝をして、次はもっともっと充実した日々を送れるようにっていうね、高みを目指して頑張りたいと思います。確かに無理はせずにちゃんと食べてちゃんと寝る私睡眠不足とあのご飯ないことが一番弱いのでそう、3食ちゃんと食べて7時間ちゃんと寝るっていうね。7時間寝れなくても大丈夫、あのちゃんと仮眠含めてしっかり寝れれば、ね、大事でしょう本当に生きていく上ででも本当に最近は歌番組の難しさをね痛感して、あの痺れています。痺れてますね。いやー、なんかテレビを見ていた側だから、なんか見ていた側でもやっぱその緊張とかって なんとなく伝わるじゃないですか。あー、なんかドキドキするこっちまでっていうのあるけど、その想像してた5倍10倍くらいの緊張がやっぱあって、あと難しいカメラ割りとか、このタイミングで自分がこの角度で抜かれるからどういう表情でどういったことを伝えられるかみたいなことまで考えるからすごい難しくて、なんか本当に頭フル回転ですね。あのテレビ尺って本当に短いじゃないですか。あの時間だけしか歌って踊ってないのにめちゃくちゃ疲れるんですよ、終わった後ドーッとはぁ、はぁ、みたいなそう、なんか公演一公演やりましたかレベルの、まあ、ちょっとそれ嘘かもしれないけど、本当にそれくらい頭を使って、慣れてないことだからよりなんですけど、私慣れてないことをする時の体力の消耗する体力、消費エネルギー半端ないんですけど、本当にねすごいすごいですだから本当にアイドルさんの凄さ、先輩方の凄さを
痛感しますね。そうだね、いつか M ステとかにもね出れたらいいな。夢ですね、叶えられるように。そう、本当にプロ、本当にプロとしてのお仕事って感じだよね。だから緊張と集中が そう、フルじゃ、そうなんだよね、テレビ尺。そっか、今回初めて聞いていただいたの。そうだよね、あの本当にめちゃくちゃ短く感じます、やっていても。もう終わっちゃったみたいな。でも昨日はなんとか、そう、スカート踏んじゃったけど、なんとか2テイク目ではミスなくできたかな。おしゃべり会で話すねと、え、確かにおしゃべり会でも皆さんの感想とか1対1でたくさんお聞きしたいな。それこそ明後日のオンラインもそうだし、これから先にまだまだ待っているオフライン、オンライン、まあ、そうだもんね。そう、レインボーブリッジ渡ったのめっちゃね感動した。うわ、レインボーブリッジ渡ってる、うわ、東京タワーが見えるって。そう、お、明後日行く、ありがとう。もう一度手をつなぎたい。そう、それね、3人でいただいたカップリング曲です。 NGT カフェの匂わせはまだできないです。できるならもう秒でするから待っててまだできません、本当にまだです。でも絶対に行きたいと思います。マジで分かったら秒でするから。匂わせるどころか、みんなの鼻にもう匂いを入れ込むくらいに匂わせるからタイミング、確かにみんなのご都合とね、タイミングが合う日がいいね。なるべく合いますように。秒で来てくれますか。秒で匂わせるので秒で来てください、ね、いや、私あのさ、フルーツサンドが食べたいの、めっちゃ食べたいの。もうね、アンドカフェさんのあの卵サンドとかかき氷はいただいたことはあるんですけど、何気にあのフルーツサンド食べたことなくて、そう、だから食べてみたいですね。あ、そうだ、今日8時半から始めたっけ。そうだよね、そう、今日なんか40分くらいできたらいいなとかって思ってたけど、もう40分だ。じゃあ15分くらいになったら、あと5分くらいで壇上読みしようかなと思います。桃のパフェ、うわ、そう、パフェもねしてらっしゃるもんね。え、なに、今日2回も行ってきたの、いいね、いいですね。前もカフェ行きたいな。今日はね、今日なんだっけな、今日ね、おはぎ食べたの今日おはぎ食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、なんか最近おはぎを食べたい欲がめちゃくちゃあって、なんかね、実家帰った時に一回おはぎを食べたんですよ。そしたらもう本当に美味しくて、身に心に染みてで、今日もスーパー行った時におはぎを見つけて、いや、こりゃ食べなきゃって思って食べて、めちゃくちゃ美味しくて、その幸せなお口のまま、お口のまま、その幸せな気持ちのまま15分くらいお昼寝をしましたお夕寝か、ほぼお夕寝だったんですけど。そうだね、洋菓子より和菓子の方が食べる機会多いかもしれない。あ、粒あんですね。粒あんのおはぎをいただきました。専門店あるんだ、へえ。おはぎ作り得意なの、すごい、作ってほしい
でもなんかあんこ自体はこしあんが好きなんですけど、その何にかかってるっていうか何に合わさってるあんこかによって粒あんかこしあんか好み分かれます。おはぎは粒あんです。でもあのなんだっけ、たい焼きとかはこしあん派お餅もこしあん派っていうすごく難しい好みをしていますね。わかる？なんか物によるんだよね、何と合わせるかによって同じ？え、嬉しい嬉しい。アンパンはこしあん中に入ってるとこしあん派なのかな。え、難しいね。なんかわからない、なんか難しい、どういう基準かちょっとわかんない。たい焼きはクリーム派、待って、それを言うと私もそう、たい焼きはカスタードクリームかチョコですあとお餅はきな粉で食べるかな、きな粉か生姜じゃない、きな粉か砂糖醤油かが好きですね。いろいろ、なんかお餅って世界広いよね。大判焼きは何味が好き？うわー、よもぎよもぎの大判焼きってあるよね。なんかさ、生地が大判焼きじゃない、生地がよもぎの、あれ大好きなんだよね。もうよもぎの香り好きなんだよね。煮たお餅はきな粉、焼いたお餅は外、あ、一緒一緒、そうです、私もそう。柔らかいお餅はその表面の水気、水分にきな粉をつけて食べたいし、焼いたお餅は絶対に砂糖醤油ですよね。いや、わかる。草餅か、わかる、草餅美味しいよね。チーズ、へえ、チーズいいですね。新潟の食は美味しいですよ。お魚も美味しいよね。よもぎ団子作ってた。お、野生ですね野生ですねとか言って、裏山のよもぎいいね。裏山によもぎが生える、その何、環境で私も暮らしたい。言うてもうすぐ時期、え、確かに、それこそさ、3ヶ月後も、3ヶ月後の今頃なんてもうさ、それこそお餅祭りじゃないかしわ餅、ねえ、わかる、かしわ餅、これかしわ餅っていうんだっけ、あれ、かしわ餅じゃないね、これ何餅だろう。めっちゃ、でもそ、もうそんな時期なんだね、萌はね、安曇野市出身です。お、16分、ありがとう。お餅のとちもち、とちもちって何、初めて聞いたかも、ね、分かる、食欲の秋、お腹が空いてきたところでお餅の話で盛り上がってきたところで、そろそろ続いての曲じゃないそろそろ壇上読みをしていきたいと思いますっていう、ね、お、オールナイト藤子見た、ありがとう。皆さん夜更かしもしてくださったのかしら。私は目がしょぼしょぼすぎて、ねえ、ね、MC みたいになっちゃった。まあ明日 MC するんで明日は公演ですので、ではそろそろ誕生読みをします。松葉が取れてきましたね。こっちはちょっと上がってんで、こっちがもう取れてきちゃった。ねえ、明日公演楽しみ。何日ぶりだ？
水曜日ぶり、水木金土日、え、4日ぶりか、4日ぶりの公演。私はそんなに久しぶりじゃないのか。でも前回が平日公演で1公演だけだったし、なんか公演たくさんやってるなって感覚はまだないですね楽しみですね。明日も盛り上がっていきましょう。ということで13位からいきたいと思います。13位、セテンガーさん、ありがとうございます。12位、スイバラの赤ティーサンサンさん、ありがとうございます。11位、松葉さんさん、ありがとうございます。10位、亀仙人さん、ありがとうございます。9位、マーサンさん、ありがとうございます。8位、ミノルさん、ありがとうございます。7位、ヨナシングさん、ありがとうございます。6位、ユウサンさん、ありがとうございます。5位、ハイスの明日の夜公演よろしくサンサンさん、ありがとうございます。4位、チェリーモエナナグッドモイニングさん、ありがとうございます。3位、ディーヤマムオンさん、ありがとうございます。2位、日焼けサンサンさん、ありがとうございます。そして1位はサット大塚さんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。いつも応援ありがとう。そして改めてになりますが、昨日のオールナイト藤子さん、ありがとうございました。そして明日の、そう、昼夜公演、休日公演がめっちゃ久しぶりなんだ。そうだよね、平日公演やって1週間丸々空いて、で先日平日公演やって、ようやく休日公演私出るので、そうだよね、2公演なのが久しぶりだから、なんか久しぶりな感覚がするんだ。楽しみねえ、頑張りたいと思います。全力で盛り上げます。連休中なのか、確かに3連休か。チョキ、明日公園で会いましょうひれひく、ありがとう。当日券も完売、ありがとうございます。明日も端から端までたくさんアイコンタクト取る、イエーイ。ということで今日も一日お疲れ様でした。一瞬の花火もしてくれてありがとうそれじゃあまたね、ありがとう、おやすみなさい、バイビー。